こんにちは。今日の講義は書籍、敬語の使い方が面白いほど身につく本。あなたの評価を下げている原因は過剰、マニュアル、繰り返しです。この書籍は敬語の使い方に関して、ただ正しいだけではなく、相手に敬意をきちんと伝えるためにはどうすればよいかという視点からアプローチしています。私たちは日常のコミュニケーションにおいて敬語を適切に使うことが求められますが、その際に陥りがちな過剰な表現や機械的なマニュアルによる使い方、そして同じ表現の繰り返しは、むしろ相手に不快感を与えてしまう可能性があることを指摘しています。敬語を使う際に注意すべきポイントとして、まず丁寧になりすぎないことが挙げられます。敬語は必要以上に使いすぎるとくどくなり、相手に不自然な印象を与えてしまいます。普段の言葉遣いがベースになるよう心がけましょう。また同じ敬語ばかりを使わないことも重要です。例えばありがとうございますばかりでは相手に陳腐な印象を与えてしまいます。そのため様々なフレーズを増やしていくことが必要です。これによって繰り返しを避けつつ、様々なシーンに適した表現ができるようになります。敬語をうまく使えないと損をするというのも、この書籍が強調するポイントの一つです。例えば NHK 放送研修センター、日本語センターでは、新社会人向けの言葉遣いの研修が行われています。ここで指導されるのは平易で丁寧な敬語です。しかし敬語が苦手な人の話し方には特徴があります。一つは過剰な丁寧さ、もう一つは不用意な言葉の挿入です。これらの傾向は本人が気づいていない場合がほとんどであり、結果として信用や信頼を失うことにつながります。しかし敬語を巧みに利用すれば、逆に評価が上がることも事実です。本書では敬語の正しい使い方だけでなく、相手に不快感を与えてしまう言い回しも取り上げられています。敬語はただ正しい使い方をするだけではなく、相手に対する配慮や思いやりを表す手段でもあります。そのため敬語を磨いていくことが大切です。本書は敬語の基礎知識から実践的な表現まで幅広くカバーしており、言葉を覚えるのではなく磨いていくことの重要性を伝えています。敬語の使い方は単に言葉の正確さだけではなく、相手への思いやりや尊重を表す重要な要素です。この書籍はその点を強調し、敬語のマニュアル通りの使用だけではなく、状況や相手に合わせた柔軟な表現が必要であることを教えています。敬語をうまく使えるかどうかは、人とのコミュニケーションにおいて重要な要素です。特にビジネスや社会人としての場面では、相手への尊重や信頼を示すことが求められます。そのため敬語の使い方を磨くことは、自己表現力や人間関係構築の上でも非常に有益です。敬語を使う際には、ただ正しい表現を覚えるだけでなく、その背景にある思いやりや尊重の気持ちを持つことが重要です。相手に対する配慮が伝わるような表現を心がけることで、コミュニケーションの質が向上し、信頼関係を築くことができます。さらに、敬語を使うことで自己表現の幅も広がります。適切な敬語の使い方を身につけることで、自分の意見や考えを相手に分かりやすく伝えることができます。そして、相手に対する尊重を示すことで、円滑なコミュニケーションを築くことができるでしょう。敬語の使い方を学ぶことは、言葉の力を最大限に引き出し、良好な人間関係を築くための重要なスキルです。この書籍は、そのスキルを身につけるための実践的なアドバイスや例を提供しています。読者が日常生活やビジネスの場面で敬語を使う際に自信を持ち、相手とのコミュニケーションをより円滑に行えるようになることを目指しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、読書で学ぶ知識やスキルは確かに重要ですが、それと同じくらい、自分の健康や美容にも気を配る必要があります。なぜなら、健康でなければどんなに知識やスキルを持っていても10分に生かすことができませんし、美容も健康から生まれるものだからです。体が健康であることは、豊かな人生を送るための基盤となります。そのため、読書や勉強に取り組むだけでなく、日々の生活で健康管理や美容にも気を配ることが大切です。健康管理や美容に関心がある方におすすめしたいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このプライベートジムでは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。つまり、一
人一人に合わせたプログラムをトレーナーが作成し、マンツーマンで指導してくれます。これまでジム通いが続かなかった方や、ダイエットに挫折してしまった方にとっては、専属トレーナーによるサポートが非常に心強いでしょう。また、このプライベートジムでは、トレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネージメントも言っています。食事や心の健康も重要な要素として捉え、総合的なアプローチで健康や美容をサポートしています。さらに30日間無条件全額返金保証がついており、安心して始めることができます。1日50分、週に2回のトレーニングで無理のないペースで健康的な体づくりを目指すことができます。そして無料カウンセリングも提供されているので、まずは相談してみることができます。完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うので、他の人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。ライズアップ結果にコミット。プライベートジムはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。マンツーマントレーニングによる専属トレーナーの指導や総合的なアプローチで健康的な体づくりをサポートします。そして30日間無条件全額返金保証がついているので、安心して始めることができます。気になった方はぜひ概要欄のリンク先から詳細をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。